全国植樹祭は日本で行われる植樹祭。国土緑化運動の中核的な行事として、1950年に山梨県で第1回が開催されて以来、毎年春に開催されている。第55回会場、斎藤玄子奮群の小野地所全国植樹祭は国土緑化推進機構と開催都道府県が主催している。大会会長は衆議院議長。 大会の前身は、アイリンヒ食事行事に遡り、1950年からは、山梨県で食事行事並びに国土緑化大会として第1回が開催された。開催日は、緑の週間に合わせて4月第1週に設定されていたが、1960年第11回開催以降は5月に設定されることが増えた。1970年の第21回から、 現在の名称になり、今日に至る。かつて参加者の規模が1万人を超えることは珍しく、なく、2002年に山形県金山町で開催された会場では1万2000人を数えたが、2000年代に入ると、地方自治体の資金難や広い食事会場を設営することが困難などの理由で縮小傾向となり、2013年の 鳥取県南部町の会場ではスタッフを含めて7000人規模となっている。なお2020年に予定していた島根大会は新型コロナ感染拡大のため1年延期となり、以降予定していた大会も1年スライドとすることとなった。大会式典では天皇のお言葉、天皇皇后によるお手植え、お手巻き行事、県外外の参加者による記念植樹、 国土緑化運動ポスターコンクール等の表彰行事、大会宣言が行われることが恒例となっており、国民体育大会、全国豊かな海づくり大会、国民文化祭と並び、4大行貢の一つに位置づけられている。しかし、2009年の第60回からは、当時の天皇、秋人の公務負担軽減策の一環として、植樹祭式典でのお言葉は取りやめになった。 特人の即位後発の地方公務である2019年の第70回大会において天皇のお言葉が復活した。1977年の第28回からは秋に過去の植樹祭での手植え、手巻により成長した木の手入れを行う全国育樹祭が行われている。これは孔子である秋篠宮文人新王が出席するものとされている。会場の造成や 道路工事など、植樹祭開催のために、わざわざ自然を破壊しているとの批判がしばしば聞かれる。また、国土強靭化対策の一環として、全国植樹祭を全国育樹祭に統一し、放置林の干ばつを実施して災害に強い、森林づくりを推進すべきとする意見もある。ない、開催回数。天皇、皇后による、お手植え、お手巻きは、 苗木や樹木が将来に残るものであり、開催地の関心は高い。1968年5月19日、秋田県で開催された第19回植樹祭では、3日前に、十勝沖地震が発生し行後継が中止となった。秋田県側は、急遽、秋田杉苗木と八尾皇居へ持ち込み、追手植えをしてもらい会場へ搬送、当日に植栽箇所へ、改めて移植するという手段を取った。 お言葉は、徳川義弘次重が代読している。なお、全国食事祭の開催地が二巡目となり、再び、秋田県に開催地が巡ってきた2008年には、食事祭開催日前日に、岩手、宮城内陸地震が発生。開催自体が危ぶまれたが翌日、1万1500人の出席者を得て開催。お手植え、お手巻きも実施された。ありがとうございます。